はい、レクサスなんですけれども、レクサスはですね LFNX というコンパクトな SUV のコンセプト、これをワールドプレミアしました。今リアから眺めてるんですけれども、ご覧のようにですね、完全にまあコンセプト化という感じなんですけれども、ここにはですねおそらくレクサスの今後のですねデザイン、そういったものが展開されるですね流れをですね示唆するモデルになっているのではないかというふうに言います。じゃあちょっとですね、ぐるっと周りを見ていきたいと思うんですけれども、実際のですね車はですねこのようにすごくですね激しいデザインに見えるんですけれども、サイズ的には非常にコンパクトで、言ってみればですね RX の弟分的な大きさというふうにレポートすることができます。ちょっとディテール寄ってみたいと思いますけれども、こんな感じですね、LFA とかでも採用されていたラインがですねさらに昇華されて、かなりですね、方向性指向性の強いデザインになっているのが見て取れます。そのまま、顔の方にですね回り込んでみたいと思いますけれども、このようにですね顔つきはスピンドルグリルをよりですね強調したものになっていて、これまでのですね IS そして今回展示されている RC なんかともですね関係性が感じられるようなデザインの仕立てになっています。